こんにちは、みほです。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はパンダホールさんの資材を使ってキーホルダーを作っていこうと思います。使用するのはこちらの4種類入ったミックスカラーのセルです。サイズはだいたい5ミリから1センチぐらいです。前日1層目を固めておいたモールドに2層目を流していきます。ゴールドの金箔を使用します。こちらの金箔はパンダホールさんのものではないんですけれども、パンダホールさんでも売っています。金箔を固定するために一度硬化します。硬化が終わったら透明レジンを流していきます。シェルを入れていきます。シェルは天然のもので大きさ、色、形がバラバラなので、いい感じのものを選んでください。ヒートガンとバーナーで気泡を取ります。硬化できたらもう一層透明レジンを盛ります。硬化できました。モールドから外していきます。こんな感じ。ツヤツヤして綺麗。バリがあるので手触りを良くするためにバリを削っていきます。ピンバイスで穴を開けます。接着剤をヒートにつけて穴にねじ込みます。接着剤が乾いたら表面のツヤ出しをしていきます。硬化が完了しました。キーホルダーにするためのパーツを取り付けていきます。こちらのタッセルもパンダホールさんのものです。低価格なのにボリュームもあってすごく綺麗です。完成しました。こんな風に他のチャームにつけたところ、これもまた高級感が溢れる仕上がりになりました。このタッセルは100本セットで、この画像は少し使った状態なんですけれども、それでもこんなにたくさんあります。使用したシェルパーツとタッセルは概要欄にリンクを貼っておきます。最後までご視聴ありがとうございました。